あ、あのお店の跡ち、次のテナントが入ったみたいですね。何が入るんでしょうか。って、ああ、大手チェーンのお店ですか。これってあっちの方にもありましたよね。いよいよここにも進出してきましたか。うーん、便利になるんでしょうけれど、なんだか複雑ですね。あなたはどう思う 話聞いていますかさっきから上の空な様子ですけれど。何を見ているんですかあそこにいる女の子ですか可愛かったからついうーん。そうですか。あなたはあんな子が好みなんですか。確かに可愛い子ですね。なるほどなるほど。怒ってないのか当然のこと聞かないでくださいよ。 まったく。さて、気を取り直して、デートの続きしましょうか。私行きたい場所があるんです。こっちです。ついてきてください。さて、着きました。ええ、ここで間違いないです。ここはですね、開発の影響で偶然出来上がった路地でして、ほとんどが四角なんです。 人目につかない、人目から離れて何かしたい時に、うってつけの場所なんです。さて、それじゃあ早速。ダメですよ、暴れちゃん。おとなしく眠ってください。いい子ですから。ほら。大丈夫。死にはしない程度に加減していますからね。だから、安心して。 眠りについてください <laughs> あなたが悪いんですからねあ、おはようございますよく休めましたああ、あまり動かない方がいいですよ両手足を縛ってますからね傷になっちゃいますなんでこんなことをってあなたが悪いのに何を今さら ええ、そうですよ。あの時、あなたが私以外の女を見ていたからです。怒ってなかったんじゃないかって。私怒ってないなんて一言も言ってないですよね。私、怒ってますよ。とーっても。ついでに言うと、その時の怒りはまだ収まっていません。 本当はあなたがあの女を見た時点で、お仕置きしてあげようと思ったんですけれど、人の目がありましたからね。それじゃあ早速、お仕置き、始めていきましょうか。<noise> ととと、暴れないでください。なんで暴れるんですかそんなにお仕置きが嫌なんですかでもあなたが悪いんですよ。私とのデートの最中だって言うのに。 他の女を見て、甘津さえ可愛いだなんて思ってたんですから。浮気症の彼氏くんには、お仕置きが必要ですよね。ああ、助けを呼ぼうとしたって無駄ですよ。ここは、私の家が管理している倉庫です。あなたがいくら大声を出したところで、その声は絶対に外には聞こえませんし、家の者に人よけをさせているので、 私たち以外がここを訪れることもありません。二人っきりです。さあ、観念してくださいね。そうですか。まだ抵抗するんですか。それなら仕方ありません。<laughs> こうやって、私に上に乗られて、私に押さえつけられたら、何もできませんよね。力の差もそうですけれど。 それ以上にあなた、私にこうやって強引にされるの、大好きですもんね。なんなら、嬉しくって興奮しちゃってるんじゃないんですかさっきまで嫌々って暴れていたのも、こうやって抑えつけて欲しかったから。そうですよね。変態彼氏さん。でも、そんな変態さんは忘れていませんかこれ、お仕置きですよ。 さあ、楽しい時間はここまでです。これから、たーっくさん、反省してもらいますからね。もしかしたら、トラウマになっちゃうかも、しれませんね。まあ、でもそれはそれでいいですね。トラウマレベルに刻み込んであげれば、もう二度と、浮気なんてしないでしょうから。さあ、それじゃあ今度こそ。 本当に始めますから。ふふ。覚悟しておいてください。泣いても叫んでも、しっかり反省するまで、許してあげませんから。ああ、顔とかもうぐっちゃぐちゃ。大変なことになってますね。今、きれいにして差し上げます。うん。このぐらいでいいでしょう。ふふ。 いつも通りのかっこいい顔になりましたね。さて、今回のお仕置きでよくわかってくれましたか君には私がいる。君は私だけ見ていればいいって。だから、もう二度と浮気なんてしないでくださいね。次はこんな程度じゃ、絶対に。 許しませんから。